ヨージェフ・アティラは、ハンガリーの詩人。綴りからヨージェフ・アティラとも表記される場合もあるが、アティラの実際の発音は、アティラではなく、アティラである。なお、性のヨージェフも普通に、男性名として使われるため、ハンガリーでは、彼の名前を、性だけで、ヨージェフと呼ぶことはなく、必ず、ヨージェフ・アティラと、生命で呼ぶのがならしである。1905年に、 ハンガリーのブダペストで生まれる。父はバナト地方のフェーレジハーズ村の出身で、石鹸工場の労働者。母はハンガリー大平原のサバドサーラー種子生まれの農家出身であり、後にブダペストで洗濯女になった。3歳で父が蒸発。14歳の時に母は死去。高校在学中、17歳で初の死臭。 ASZA PSAG コールドさを発表する。高校卒業後、南ハンガリーのセゲド市のフェレンツヨー・ジェフ大学に入学。1925年に2作目の詩集、ネーム AN カイルトークを発表するが、一部の詩の内容から大学を除籍される。その後、ウィーンに行き、それから1926年から1927年までパリに滞在、ソル・ボンヌで学ぶ。 フランス文学を単独し、特にフランソワビヨンの詩に惹かれ、ハンガリー語に翻訳した。また、ヘーゲルやマルクスを読み、影響を受ける。ハンガリーに帰国後、3作目の詩集、ニングゼンアパムセアニアームを発表した。1930年、ハンガリー共産党に入党するが、1934年に党を除籍される。文芸 SZ PSZ を旗上げするが、 いつしか精神疾患にかかり、病院で精神科医から治療を受ける。1936年に最後の詩集、ナギョン・ FJ を発表。1937年、ハンガリーのバラトン湖近くの村バラトンサール層で、鉄道の線路上に飛び込み自殺。ありがとうございます。